寿司くれ。しばらく寝てろ。いらっしゃいま。ありがとうございました。何こっちに目障りだ。しばらく寝てろ。取らせやがって。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。
上司の伊佐さんじゃねえか。おい伊佐さん、どうしたんだ。ちょっと寮でヘマしてのすまん、医者を呼んできてくれるか。わかった。いや悪いの、キリュウさんがいてくれて助かったよ。大丈夫なのか。まあ幸い大事には至らんかったけん。じゃがしばらくは寮はできんかもの。そうか。伊佐さん、怪我したって大丈夫ですか。もしかしてまたあいつにやられたんじゃ。まあの、あいつ。ああ、まあこっちの話よ、気にせんでええけん。しかし困ったの、しばらく寮はできそうにないけ。わしは構わんけど、このままじゃ天野に魚をおろせんようになるがの。仕方ないですよ、うちも伊佐さんがいない間は休業するしかないですね。そういうわけにはいけんじゃろ。あんたんとこおふくろさんまだ病気治ってないじゃろ。入院費稼がにゃならんて言うとったじゃろうが。そりゃそうですけど。誰か他の漁師から仕入れたりとかはできねえのか。実は私最近この仕事を始めた新米で、漁師さんたちからあまり信頼されてないんです。だから誰も魚を預けてくれなくて、私に預けてくれるのは唯一伊佐さんだけなんです。この辺の漁師は頭の固いやつが多いけ、若い連中には冷たいんよ。それに嫌気がさして若いもんみんな東京に出るけん、漁師で残ってるのは老いぼればっかりよ。そうなのか。でも天野はこう見えて情熱持ってやっちょるけん、わしはそこで判断してこいつに預けとるんよ。じゃが困ったの。そうですね。ん？ほうじゃ。ん？なあ桐生さんよ、あんたこの前漁をやってみたい言うちょったの。ん？ああ。もしよかったらわしの代わりに漁をしてくれんね。俺が？ああ、もちろんやり方は教えるけ。そんな、免許も経験もないのに無理だろう。この辺りならわしが付き添うちょったら素潜り漁なら免許もなくできるけ。それに細かい許可とかはわしの方で取れるけん心配はいらんけん。しかし。なにそんなに深く考えさんな。別にわしと同じ働きを求めちゃおらんけん、気軽に遊び気分でも構わんけん。もちろん釣った魚を天野に売った報酬は桐生さんがもらって構わんけん。漁師体験もできるし金も稼げる、一石二鳥じゃ。ええと思わんか。桐生さん頼む、少しでも天野に商品を渡してやりたい、それだけなんよ。病気で入院してるこいつのおふくろさんのためにもの。伊佐さん。わかった。ほんまか。ああ、だが漁なんてやったことがないからな、期待に応えられるかどうかはわからんぞ。キリュウさん、ありがとね。ありがとうございます。本当にいいんですか。結構無理難題ですけど。この前俺にうまい魚を食わせてくれただろう、その恩返しみたいなもんだ。キリュウさん、ありがとうございます。よし、じゃあ善は急げじゃ。寮に行く準備ができたらわしに声をかけてくれんさい。わかった。おお、キリュウさん、早速寮に出るん。よっしゃ、じゃあ船を出すけ。
うまく取れるといいか。大量だな。